道人身事故ニュース速報です。2021年7月2日11時39分ごろ、大阪メトロ谷町線の出戸駅で人身事故が発生した模様です。大阪メトロ谷町線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。